転職パンのスター誘惑をして食いました。それが私の生き様、ハマっちまうほどピカピカ、金玉掴んでドリームドリーム、ワールドワイドなグランプラ、ファンタジーソンメイドウィンジャパンレアズエーブイ、女子は丁重に愛して愛する短期集中で、僕の姉見てください、テナ DM 華麗にする、インスタ更新真顔で、おっぱい写真いいね多くね、ロナネ激チンチンチン、いつまでこんな様子、1,2,3,4ピピピュー、激務の7年今まで阿部さんありがとう、日本の未来明るくいこうぜ、ピッピッピッピー、それぞれ紹介しましょう、金玉たまたまコロリンコ、金玉またまたキルリンコ、ピッピッピッピー、名古屋在住のヤバいクールなラッパー、その名は土屋力、発車オーマイヒューリオガー、まだ糸がわかるんだって、急いで金玉めぐってみよう、めぐらがくっついとんのが俺だって、土屋力 from 名古屋、メイクマネーしてるけど贅沢してるわけじゃねえんだって、ほらよ蒸れた金玉の油をよ、札で一回拭いてみてだけなんだって、最近の虫見るかめ、何とったらガンドメ、ビートも作れるラップもできる、てめえの耳もフラックできる、やられるよりもやる側、生かされるよりも生かす側、 AV つってもね違うんだって、 A バイブスの方なんだって、どこどの方がめ、生意気に仲出ししてたとか、一丁前に空気上がっておめ、激しい手間で女が潮吹いていくとか、ファンタジーだって、おめえが生まれるきっかけのセックスってそうドラマチックやねんだって、言わしてもやめ、悲しき生なきセックスだって、まあ俺もよそろそろおいとまさして巻いてんだけどよ、最後に年はして巻いてんのは金玉だって、まだ金玉、生命見て単純だけどね、金玉から金玉へのリレーだって、それを何百年何千年何億年とね繰り返してやってきとるけども、おめえの金玉もその一部なんだって、おめえ第何巻の何話か知らんけど、おめえの金玉